おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年8月17日、おはようございますと申し上げましたけれども、今ね、夜中1時回ったところであります。気分が乗った時にね、収録してしまった方がいいと思い、今になってしまったんですけれども、今日の記事はですね、昨日お届けした記事もこのザ・モチリフールさんの記事なんですけど、最近体の枝に関してね、いい記事を書いてくださるんですね。で、こちらの記事は Two Reasons to Buy Cardano ということで、とてもシンプルなタイトルになっていますけれども、カルダノを買うべき2つの理由ということで、こちらの記事にまとめてくださっています。で、そんなに長くない記事ですので、お楽しみいただければと思います。で、こちらの画像、いい感じの画像と一緒にお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちら2022年8月16日、昨日付の記事になっています。カルダノを買うべき2つの理由。で、キーポイントが2つに分かれています。カルダノは現在の市場のリーダーに勝る優位性を提供する。で、2つ目は、このブロックチェーンの大掛かりな開発ロードマップは、カルダノを他社より抜きん出た存在にし続けるのに一役買うだろう。で、記事の中身に入っていきましょう。暗号通貨はまだ弱気市場にあるが、あるエキサイティングな資産が回復にかける素晴らしい方法を生み出す可能性があるということで、そのエキサイティングな資産とは何でしょうということですね。今年に入り、時価総額がこれまでに 47%、1兆1500億ドルまで減少しているため、投資家は暗号通貨に対する忍耐力を失いつつあるかもしれない。しかし、センチメントはほぼ底を打っており、インフレの冷え込みなどマクロ経済の逆風もあり、で、過去書きで、暗号通貨はインフレヘッジになることは証明されなかったというね、悲しい事実がこちらに 書かれていますけれども、まあ、そのようなこともあり、今こそリバウンドにかけるべき時かもしれない。カルダノエーダの技術的な優位性と大掛かりなアップグレードは、堅実な工程を生み出す可能性がある。ということですね。カルダノは同業他社より優れていると、ね、はっきり言ってくださっています。ほとんどの資産クラスと同じく、暗号通貨の価格は短期的には互いに連動して動く傾向がある。あらゆる暗号資産がインフレや連邦準備制度の政策など、同じマクロ経済の要因から影響を受け、このことが投資家のリスクの許容度や市場に投入できる資金額に影響を及ぼす。しかし、長期的に見ると、一部の資産は同業他社を劇的に凌駕している。2017年のローンチから3000%以上急騰し、時価総額184億ドル、第7位の暗号通貨となったカルダノは、見てみたら第6位でしたね。はい、こちらでは第7位と言われてますけれども、カルダノは業界のトップパフォーマーの一つである。そしてこの傾向は、その技術的な優位性と効果的なブランディングによるものと思われる。ちょっと一応ね、気になったんで 確認してみましょうかね。はい、現在カルダノはですね、ちょっと更新してみて、はい、6位ですね。記事には7位と書いてありますけど、第6位で、75円29銭で取引されています。ということですね。はい。では、記事の続きに行きましょう。現在の市場をリードするビットコインとは異なり、カルダノはプログラム可能な資産だ。ユーザーは価値の保存と移動ができるだけでなく、分散型アプリケーション、DApps と呼ばれる自己実行プログラムを作成し、ネットワーク上で資産の取引所やアートマーケットなどのサービスを提供することができる。DApps プラットフォームは珍しくはないが、カルダノチームはブロックチェーンベースの国民 ID システムを構築するため、エチオピア政府と2021年に契約を締結するなど、現実世界でのパートナーを通じて他社との差別化を図っている。また、このプラットフォームの積極的な開発ロードマップも大きな強みとなっている。バシルアップグレードは、アップデートはですね、バシルのアップデートは、カルダノの指導力を固めるのに一役買う可能性がある。カルダノの開発元であるインプットアウプット香港、現在はインプットアウプットグローバルということで IOG と言われてますね。こちらの企業は、プラットフォームの開発に段階的なアプローチをとっている。そのプラットフォームは、市場をリードしようと急ぐのではなく、一連の時代を通じて徐々にアップグレードしていく。最初の3つの時代、バイロン、チェリー、ゴーゲンは、カルダノを立ち上げ、プルーフ・オフ・ステーク・コンセンサスメカニズムを実装し、DApps を可能にした。現在の場所はスケーラビリティに重点を置いている。場所時代の一環として、カルダノはバシルと呼ばれるハードフォークを開始する予定である。ハードフォークとは、
ブロックチェーンに大幅に変更を加えることであり、広報互換性がなくなることから、2つの別々のチェーンへの分割が必要となる。バシルはトランザクションのサイズを小さくすることによってコストを下げ、カルダノを改善することを目的としている。この変更は6月に実施される予定であったが、追加でテストをするため延期となった。もうこれ以上ね、遅くなることはないって、先ほど最近の動画でね、チャールズさんおっしゃっていたようです。はい。で、バシルは厳しい競争に直面するにあたり、カルダノの存在の維持を助ける一連の継続的なアップデートの最新版になる予定だ。長期的にはカルダノの開発者はハイドラと呼ばれる別のアップデートを検討しており、これによって理論的にはブロックチェーンのトランザクションの処理能力を1秒あたり250件から100万件にまで高めることができる。しかし開発チームはこれはあくまでも目標であり、確定的な予測値ではないことを強調している。ここもね、正直に言ってくださっているところがね、やっぱカルダノのいいところだなと思います。過度な煽りというのをね、カルダノはやらないです。はい。で、暗号通貨のリバウンドにかける。他社が優れて、あ、ごめんなさい。他者が恐れているときに貪欲になることは時には得策である。また、暗号通貨市場は今年に入りほぼ半減しており、今は恐怖という感情が支配している。投資家は市場に舞い戻る前に、もっとポジティブなマクロ経済データを待ちたいと思うかもしれないが、カルダノはその技術的優位性と活発な開発により、暗号通貨のリバウンドにかける素晴らしい方法であると思われる。というところで記事は終了しています。もうこれ以上ね、付け加えることがないくらいね、この記事が十分説明してくださっているかなというふうに思います。技術的優位性ということは以前からね、言われていましたけれども、老舗格付け会社と言われる、あそこですね。あれ？ごめんなさい。あ、ワイスレーティング社ですね。ワイスレーティング社ですね。はい。ちょっと夜中なんでね、頭ぼーっとしてます。はい。ワイスレーティング社でいいんですね。そこもずっとカルダノがまだシェリーローンチする前から技術的に優れているというふうに評価してくださっていますし、また開発の方も常に活発で、もう GitHub のコミット数で確認してみても、常に、もうほぼ常にね、1位をして走っているという状態になっています。で、近々登場するそのバシルですね。このバシルのアップグレード。これによって、またスケーラビリティに対応するようになっていますので、もっと多くの、今1000件近くのね、プロジェクトが控えていますけれども、それがこのね、そのスケーラビリティに対応した時にね、その世の中に出ていく時がまたどういう展開になるのかということが、楽しみであります。あと、こちらにね、嬉しいことに、他の、チェーンとの差別化、という差別化がどういう面で、はい、強調されるかというと、やはりエチオピア政府レベルのね、契約をエチオピアと結んでいまして、そこで国民 ID システムを構築し、それを500万人の学生って言ってましたかね、そこでまずその方たちに参入していただいて、この ID システムを利用していただくという計画もあります。ということで、結局私付け加えてしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。